これ僕が引き受けた時に、どうしてこうかなと思って改めて見直したんですけど、まずこれ色彩もそうだし、空気感もそうだし、信じられないクオリティだなと思ったんです、当時。ちょっと今でも、ここまで到達できてない気がしてて、いくらかかったのかって。まあまあまあ、そういう話になってきますかね。でも、まあ、その、当時ね、Q14 が始まった時って、まあ、ギルドリーブがメインコンテンツっていう立て付けだったので、はい、こう、ギルドリーブ、冒険者たちが冒険者ギルドで、ギルドリーブをこう、引き受けていくっていう流れになってるんですよね。いや、マジで綺麗ですね、本当に。で、オープニングの一番最初のあの天井、はい、あれがクリスタリウムの僕の、あの、イメージになってってるんで、だから結構クリスタリウム作るときにこのトレーラー何回もスタッフと一緒に見て、この雰囲気を作っていこうねみたいな。第一世界のイメージ。プレイヤーの皆さんもこれを覚えてた方はクリスタリウム見てハッとするって面白いから。いやー、ヒロシ若いんだよ。ヒゲないもん。でもね、微妙にね、頬に傷あるんですよ、この時点でも。あの、額もそうだし。で、これ、ギルドリーブを見てると、こっから繋がる冒険だったりっていうのが、こう、過去詞なのか、なんだろう。この時点ではね、わからないんですよ。そうですね。多分これ過去詞ってことだと思うんだけど、よくわかんない。この表、これやばかったですね。ザーッとしますよね、これ。ここは、あれですね、新生のゲームスタート時にもちょっと使わせてもらってますね、あそこのページで。いまだにこの装備、デザイン、装備さ、実装されてないじゃん。いや、これワクワクしたな。これね。いや、なんか主人公視点なのに、ま、弓っていうのが新鮮だなと思ったんですよね。あ、確かに。普通、ね、FF、確かに主人公の代わりというか、プレイヤーが主人公だから、剣かなと思うんですけど、確かに。好きなんですよね。近代 FF の主人公たちがみんな戦うモルボル。これ、吸盤ご存じない方だと、ある意味これ闇の戦士たちに見えるんですよね。実戦の冒険に見えるんですけど、これ自体僕の解釈では一丁引かせんです。まあ、いろいろあって、あのシルバーに似た人は途中離脱しちゃったんだろうな、みたいな。それをちょっとなんか想像、こういう物語はその闇戦たちもしかしたりしてたかもみたいな。そうですね、そういう風に、はい、見てもらえるといいなって、まあ、分かたれた世界の向こうで同じように光の戦士としてこうやって活動してたっていう風にも見えるんですよね。いいですよね、やっぱりこの、うわいや激アツですね、これは。そうなんですよ。これまた多分当時あの実装されてたバトルレジメンっていうのがあって、あのプレイヤー同士で必殺技を掛け合うみたいな、はい、多分そのイメージだと思うんですよ。連携連携連携、はいはい、なるほど。 Q14 だとね、バトルレジメンって呼んで、あ、もう僕がなくしちゃったんですけど、モルボルマウントに早かったで、ここに帝国がさらに、はいはいはい、みたいな感じですね。これは僕11ユーザーだったんで、まあ、はいはいはい、これ見た時にやっぱ14ってマジでやべえ進化だなって。いやー、このね、空と空気はね、本当にすごいと思いますよ。カラーコーディネートがね、凄まじい。これもうセンスの塊ですね。これは本当にすごい。もう僕着任して見たんですけど、なんだか分かんなくて、だってどう、これいずれ作るの作んないのみたいな。どこまで実装されてるのかも分かんないし。うわぁ。そうで、帝国、ね、戦艦と上にいて、はい。この、そう、これは、こうやって見ると人類湖頂上決戦の時なんですよね。はい。あの、ガレマール帝国が、戦艦アグリウスですね、これ。これがですね。はい。14の中でも、あの戦艦アグリウス級の2号艦が、はい、あの、お姉さんがちょっと突撃されたやつが、はいはいはい、うん、これと同型艦。で、これが、ミドガルゾルムが、はいはい、まあ、星と契約しているということで、戦いで参戦して、
井戸さんがそう全力でこいつを落とすというね。あーいやーこれはかっこいいな。えらい戦い方ですよね。こんな巻きつき方してでもこんなしてこんな爆発したらそりゃ自分もやられるよなっていうのは僕の最初の感想でした。すごいですよねこれ。いや映画ですよマジで。あ、これがね、そうそう、これがモードナに突き刺さってるやつですね。ああここでね、そうなんですよ。でギャー、いやー、うわー、うわやられとるやんお前。そしてこっからこうね、謎のなんだろうね、ちょっとまたオメガとかプレイしてから見るとちょっとまたなんか、そうなんですよ、感じますねこれ。で飛んでくるんですよねこれ。ああ召喚獣。うわ確かに。これで実装されてるのかと思って。本心。そういなかったんですよね。ストーリーにはなんか出てくるんだけど戦えなかったんで。やっぱこれはちゃんと戦えるようにしなきゃって言って。うん、で戻ってくる。なんだこれ。でま周りみんなは見てないっていう。ここがまあ、あの後からね、超える力っていう設定にしてますけど、うんうんうん、まあ、過去史というかね、いやー、他の人とは違うものが見える。で、この時はまだそんな光の戦士みたいな設定もなかったので、はい、やっぱり僕の中で FF って言ったら、主人公は光の戦士で、うん、なんかまあそれを神聖でこう作っていったみたいな感じですよ、うん、そうですよね、昔、冒険者でしたもんね。そうなんですよ、冒険者、そうですね。でもね、この時もう弓持ってないんだ。そうですね、確かに剣、両手剣、両手剣、ね、気になるね、俺両手剣っぽいですね。そうなんですよ、割と軽装の両手剣でしたよ。そうなんですはい、ということで、ファイナルファンタジー